はい、大阪のアメリカにある重症症状専門整体院体コンディショニング3つです。今日も動画をご覧になっていただきありがとうございます。今日はね、足のね、すね、ここをね、しっかり伸ばすストレッチですね。まあ、横に腓骨筋というのもあります。まあ、この要は弁慶のところですね。この前側のね、この膝から下のストレッチ、ここがあんまりね、紹介しているところって少ないと思うんです。なんでかって言ったらね、少ないですね、自分でできる方、やり方っていうのはね、すごい少ない。まあできちっとやらないと膝とか足首の関節痛めてしまうんで、まあそれきちっと丁寧にねちょっと紹介したいと思います。どういう方ができようかって言ったら、やっぱりまあ足よく使う方もそうですし、立ち仕事とかよく歩くとかね、でここに疲れが症状が出てしまう病気腰体っていうのが一番、まあ腰ですよね。腰痛を患っている方、あとは股関節、そういうところですね。まあ膝もそうなんですけども、しびれる、だるくなるで、疲れる、ね、痛みが出る、歩きにくいとかであると思います。でもう一個、血流、血液ですね。血液がやっぱり足流れるんで、特にこの足首周りからずっとこうこの周り流れるんで、やっぱり血流の循環が悪くなると、それだけで障害が起こってしまう。だからそういう方はね、まあ、股関節とかいろんなところのストレッチもあるんですけど、まあ、このすねのねところねしっかりやってあげたら、歩きやすくもなりますし、でまあ一回ちょっとね紹介していきたいと思います。であまりにもこう膝とか膝が、まあ、例えばちょっと曲げにくいとか、ちょっと足首硬いとか、ちょっとあんまりちょっと弊害ある場合はあまり無理してほしくないんですけど、基本的にここを伸ばす方法はこれなんですね。はい、正座をちょっと逆にこう8の字に、ハの字にして、正面から見たらこういう状態、これ結構辛いんですけど、だから片方ずつやりましょう。そしたら前出しとく、こっちはやる方ですね。で、映ってるかな、で、このちょっとこの外に足を出した状態でぐーっと乗っていくと、まあどっちかって言ったらこの外側よりも膝の内側らへんがちょっと伸びてしまうんで、どっちかっていうとこう体を後ろですね、後ろで反ります。決してこういかないですね。こういってあげる。で、この体重を真後ろに行くと前なんですね。この後ろに行った状態で、ちょっとこの足の方に乗っていってあげると、すねとか腸伸びます。で、足の角度ね、角度をこう変えていってあげると、まだ伸びる範囲変わるんで、完全に正座の状態から後ろに行ってあげると結構、広く伸びる。でちょっと足を外に出していくと、ちょっとまあピンポイントで伸びる。まあこの後ろのこの伸び加減の角度とか、こっちに乗せる方向とか、足のこの出す方向とかで変えていきます。これ一つ15秒か20秒ぐらい意識して、でゆっくり呼吸しながら、息を吐きながら力抜いてやっていただいてほしいですね。はい、でまた両方交互に、1日まあ3セットずつぐらいやっていただいてほしいですね。はい、でそれでまあちょっと加減見ながら、ご自分に合う、ペースっていうのを作っていったらいいかなと思うので、これもう日中もそうですし、1日の中でできる範囲しっかり、疲れたなと思ってやってあげる、使ったなと思ったらやってあげる、まあそれを習慣にしてねやっていきましょう。はい、では今日はこれで終わっときます。また何かね、わからないこととかね、ありましたら下にURL 貼っているので、そこからまた質問、じゃんじゃんください。また質問に対してね答えていきますんで、でまた参考になったっていう、思った方はいいねボタンを押してください。はい、では今日はこれで終わっときます。失礼します。